お金で揉めた経験のある人30人に聞きました。ゼニゲバ人間の特徴をもとに作ったチェック項目です。チェックレディ。お祝いもそうだし、不祝儀もあるしさ、大変だったの。しっかりしてる人いるわよ。うちは収入これだから、これ以上出さないっていう人はね、中にいるわね。大体銭汚いやつですよね。大体1円まであの金がせこいやつ。これは2500円しか食ってないだろうって、割り返しても払わないやつとか。これ安かったんだ、5000円いいだろう。そう、これはこれ300ドル。これはこれ2000バーツ。これはこれ150ポンド。よく当たらない。買ったものの値段は覚えている。これなら100円均一で買ったやつ。あれ、これ俺の手続きじゃないか。そうよ。なんでお前がしてるんだ。借りてた。あら、ね、これとこれ同じじゃないの。え、そうだろ。ほら同じよ。おん、あ、同じだよ。買った後に後悔することが多い。前は勝手に持ち出すからな。俺が分かんなくなってまた買っちゃったんじゃないかよ。あなた、おばあちゃん亡くなっちゃったの。え、ちょっとお通夜だって。本当かよ。あ、悪いんだけど、俺明日ね、どうしてもやらなきゃいけない残業があるんだ。そっちの方はお前一人で頼む。あなた、明日食事行こうってさっき言ってたじゃない。困るわよ、親戚みんな来るんだから。あ、ちょっと頭に。親戚付き合いはしたくない。風邪気味だしね。腹も痛い。シェ、今日飲み行かない？おー、いいねいいね、行く行く行く。おー、行こうよ。俺はいいわ。飲んでよ飲んでよ。まだちょっと仕事残ってんだ。いいよ行こうよ。付き合いが悪い。気持ちに終わらせないと。これ行こうよ。うん、うん、すごい。俺はいつも2万円少ないんだよ。え、お前は安いですよ。え、俺なんかしたかな。お前最近遅刻多いからじゃない。そうだね。そうだ。こういうお前はいくらなんだよ。人の給料がとても気になる。いくら持ってる。いや、いいよ。いや、いいよじゃん。見せろよ。少ないんだよ。おい、人の見といて。おい、ごめん、ちょっと細かいなくなっちゃった。20円貸してね。やだ、友達同士の金の貸し借りってのはね、友情を壊すんだよ。金の貸し借りは嫌いだ。ケチだね。お前もうそう簡単に貸しちゃダメだろ。シェ、あー、ちょっと三田さん、悪いんだけど、これ明日まで処理してくれるから。え、困ります。私やることいっぱいあるんですよ。そう、なんとかお願いします。お願いします。いや、本当に困りますから。人に頭を下げるのは苦にならない。お願いします。いやいや、明日までなんとかお願いします。いや、私これ好きだよね。好きなんだ。本当に内容がないんだよ。本当だよな。お願いします。はい、なんか長くなりそうだ。ごめん、タバコ持ってくれ。もらいタバコが多い。なんだ、一方じゃなくて日本じゃねえだろな。なくなっちゃったよ。シェ、あなた、木村さんから結婚式の招待状来たわよ。あ、そう。あ、そうって、出席するんですないの。するわけないだろ。結婚式の招待状が届くと腹が立つ。こいつも結婚しちゃうってよ。何怒ってんのよ。だいたい5万も払って帰ってくるのはテレホンカードだぞ。シェ、あの学校っちゃおうかな。いくらすんだ。30万。お前な、そんなもん買うぐらいだったら老後に備えて貯金しろよ。いつも言ってんだろ。老後に大切なのはお金だ。今から老後心配してどうすんの。バッカじゃない。おい、ネジにこじが増えてるぞ。さあ、あなたも意外に丸がついていませんか。あんまりお金ばっかりに執着するのも考えものですよね。ゼニゲバド、はい、これアンケート取りましたね。平均は4個でございます。4個ですか。はい、ですから5個から6個。こちらはですね、少しその兆候があります。なるほど。自分は気づいてなくても周りはケチと思っています。お金は天下の回り物でございます。はい、7個から8個の方、うん、将来その可能性は高いでございます。今ならお金よりも大切なものを見つけることができます。あ、なんかいいコメントですね。9個から10個似合わないコメントだ。9個から10個のあなたはゼニゲバでございます。はい、もう今更もう後戻りはできません。でも地獄に落ちても大丈夫。なぜなら地獄の沙汰も金次第。なるほど。何だ、僕